申請フィナンシャル、申請フィナンシャル株式会社、申請フィナンシャル、申請ファイナンシャル CEO、LTD は、消費者金融、パーソナルローン、レイクアルザのサービスと、申請銀行カードローンレイクなどの、信用保証業務を行う、株式会社申請銀行の子会社、貸金業者。GE コンシューマーファイナンス株式会社、GCF として、ベジー E の金融部門である。 GE キャピタルを通じて、日本における審判、消費者金融事業を展開していたが、貸金業法改正に伴う金利引下げや、過払い金返還請求訴訟が相次ぐために収益性が悪化している、同事業からの撤退を決め、規模を拡大し収益力向上を目指す、新生銀行に同社を売却。2008年9月22日に、新生銀行の子会社となり、 2009年4月に新生フィナンシャル株式会社と称号を変更している。前身から引き継いだレイクブランド2011年9月30日限りで終了で消費者金融同社ではパーソナルローン部門とするの新規募集を行っていた。また2005年からは GE マネーという本家のブランドでローンカードの GE マネーのカードローン等を展開したが2年 足らずの2006年12月25日をもって新規の申し込み受付を停止した。その他、クレジットカードや住宅ローンの事業は2009年2月に撤退した。2011年11月からオパノフスの本格運用を開始した。全社標準オフィスソフトとして利用されている。2011年10月1日にレイクとして行っている消費者金融事業の店舗。 自動契約機などの営業資産を親会社の新生銀行へ事業譲渡し、同日新規契約分から新生銀行カードローンレイクという同社カードローンの一商品として事業展開することとなった。消費者金融会社の商標、営業網を銀行が直接譲り受けて直轄事業とするのは楽天クレジットのローンカードを e バンク銀行へ譲渡する例についでに例目であるが、 店舗ごと譲とする例は初となる。なお、新生銀行はすでにアップラスの信用保証による新生銀行スマートカードローンを同行パワーフレックス、口座保有者向けに展開しているが、同年9月13日から新規契約を停止している。新生フィナンシャルは新規営業の上渡以降、信用保証事業及び既存債券に関する営業に特化した。 2011年9月30日までに、レイクブランドで、新生フィナンシャルと契約したものは、新生銀行へ移管されず、新生フィナンシャルカードローン、レイクの商標が消滅として、従来通り契約が継続する。また、保証事業として2011年から、トマト銀行、東和銀行など地域金融機関の、無担保ドローン商品の保証、審査業務の委託を受任し、 ついで同年10月から、新生銀行カードローンレイクの保証、審査業務を引き受けている。2018年4月、新生銀行が、新生銀行カードローンレイクの新規契約を終了したことに伴い、新生フィナンシャルカードローンの商品名を、レイクアルザに改め、同時に新規契約の受付を再開、2011年の、レイクブランド以上前の状態に服した。 1998年1月に買収した公営クレジット、同年11月に営業譲り受けを受けた株式会社レイク、本社、大阪市の事業を統合し、消費者金融としてのレイクを構成している。事業規模としては消費者金融連絡会メンバーで、大手6社、竹藤、アコムプロミスアイフルレイク、産業審判の一角であったが、2003年に脱退している。 消費者金融連絡会メンバーは、残の大手5社となり2009年に活動停止。なお、商標名としては株式会社レイク時代から、このほのレイクブランドで CM、店舗展開を行っていたが、2006年秋、10月頃からは、ほのぼの、心が和む様を意味するの文字が取り除かれた。 同時期以降に展開した店舗及びそれ以前から営業している店舗の大半はレイクとなった。2009年11月26日、より子会社に置く新規のノーローンカードの新規申し込み手続きを自動契約機で取扱い開始し、2010年までに新規の自動契約機と ATM コーナーは撤廃された。2011年10月1日にレイクの商標と 自動契約コーナーの店舗網を親会社の申請銀行に譲渡。9月30日までに申請フィナンシャルのレークとして契約したものは申請フィナンシャルカードローンとなり既存契約の維持、管理を行っている。この施策により10月1日以降は申請フィナンシャルとしては新規募集、契約を中止していたが申請銀行のカードローン事業の見直しの一環として 2018年4月1日に新生フィナンシャルカードローンをレイクアルザと改め新規募集契約も再開された。東和銀行、トマト銀行など地域金融機関、現状第二地方銀行の無担保カードローンや新生銀行カードローンレイクの信用保証事業を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。